月一全校コーナー in 播磨中央公園はい、ということで、今日は播磨中央公園、通称播中ですね、はい、のコースにやってきております。で、今日はここで何を教えてくださるんですか？何が習いたいですか？ここに来てまだ決まってないっていう。もう何でも対応するんで。やっぱ全校さんといえばスプリンターじゃないですか。はい、まだスプリントっていう項目が出てないんで。あ、そうか、この前も激坂でしたもんね、はい、そうそうそう、はい、あれがまた好評でね、はい、今日もあんな感じで裏技とか、はい、あ、その考え方があるんやみたいな教えてもらえたらいいんですけど。でもスプリントする機会あります？僕ですか？はい、いや、それもずっとスプリントしてるもんですから確かにあんまないか。V で言うとるけどスプリントって言っても、はい、まあ、本当する人もしない人もいるんですけど、はい、ダンシングは絶対しますよね。確かにね、はい、しますよね。まあ立ちこぎっすね、いわゆる。そうですね、いわゆるね。ダンシングって文章で伝えるのはすごい難しいんですよ。はい、なのでせっかく今回も、はい、まあ、撮影動画っていうことなので、ダンシングから、はい、その先スプリントにつながるように、はいはいはい、段階を追って、はいはい、まあ、本当見てる方それぞれがにハマる場所があるかなっていうような内容にしたいと思います。これは優しいですね、はい、スプリンター以外にも役が立つと、はい、役に立つと。これってね、見てる方ってね、藤本さんが強くなるのをあんまり求めてなくないですか？どうなんですかね、わかんないです。僕はよく会う人に藤本さんをもっといじめろって言われます、はい、そんなこと言うなそんなこと言うな、うん、だから今日はちょっとスプリント練習に入ったら結構いじめれると思うので。また、はい、頑張っていきましょう。まあまあここまで来るしやります。じゃあ、はいはい、ほんならとりあえず一周ぐるっと回ってみますか、はい、どんなコースか。まずは、はい、はい、行きましょう。行きます。まずは一周行きます。行きまーす。あ、播中ってやっぱ結構登るんですね。結構登るんですよ、ここ。すごいっすね、これ。え、こんな強烈に登ってるんや。座ってレースでこなすのはちょっと難しいかなと。はい、ペースアップした時は必ずダンシングが必要なので。はい、まあいいっすね、こういう車が走らないとこなんで並走ができるんでそう、確かにね、レッスンするには一番いい場所ですね。確かに結構きついですね。結構な登りっすね、これ、はい、平均で傾斜がだいたい 7% とか 6%、6、7% あるんちゃうっすか、これ。あると思います。ね、で、ここを、はい、右に曲がっちゃいます。はい、あ、これまっすぐも行けるし右も行けるんですね。はい、でここから下り。あ、下りか。これが実際マトリックスとかでもレースで使われてたコースですか？はい、レースコースです。実業団の大会も。あ、そうなんですか。まあ、あのロングコースですけど使われてます。この先ちょっとコーナータイトなんで。はい、下りも早いな、やっぱあの人早いな。ゼコさん、下りも早いですね、やっぱ。何気なく下ってるようで離れましたか。離れました。いや、早いなぁと。上手い人の下りって減速しないですよね。もったいないせっかく出したスピードを殺すなんて。コーナーの手前でブレーキして、コーナーの最中は、はい、まあ本当速度が上がらない程度に当てるだけ、当てるだけで、もう出口に向かってブレーキ離して、もう下りの下りを使いながら加速していくみたいな。出口でブレーキしちゃうと、はい、加速で足を使っちゃうんで。あ、そうか。いかにその省エネでいけるかっていう。そうですね、ところなんですね。と言いながらまた登ってますね、これ。ここ登ったらもうあとは下りです。ずっとアップダウンやな、これ。平坦はそうですね、あんまないですね。ないですね。でも走りやすいですよね。そうですね。いや、これトレーニングにはめっちゃいいコースですね、これ。めっちゃいいですね。気持ちいいですね。気持ちいいですね。で、気温もね、もう真夏ほど暑くないし。はい、けど今日はちょっと気温高めで。ええ、じゃあ、はい、一周してきました。まあ半周ですかね。はい、半周しました。半周コース。はい、これはもう実際今から、はい、ダンシングというもの。ダンシングやりましょう。はい、で、もうここの上り反復練習しましょうか。あ、一周回ったけど、もちろんここだけ。はい、なんで一周した。で、まあ、今回った時にどういうダンシングをするんかなと思って、はい、まあ、見てたんですけど、一切ダンシングしないやん。 まず癖を見たいのと、はい、まあ、本当知識がない状態で、まあ、どういうダンシングするかっていうのを知りたいので、はい、まずハイペースで一本登ってみましょうか。わかりました、はい、それはもうぐるっと一周というよりハイペースで行くのはこの区間ぐらいですか。そうです、この上りの区間だけ、はい、をハイペースで行くと。はい、わかりました。まあまあ、とりあえず行きますか、じゃあ。はい、はい、よし、行きましょう。もうこっから飛ばしていく。はい、はい、
さあダンシング、てかもうほぼスプリント、僕的にはスプリントなんですけど、うわきっつ、きっついぞ、まだ行きます、まだまだ行くんすか、ギア軽くしてもいいから、じゃあ、これどこまで行くんすか、で頂上まで、頂上まで、はい、こういう時に首が出るから、あのカメラのあるとこまで思ってました、まだまだ、はい、はい、思ってたのと違う、はい、ギア調整して、ギア調整して、はい、距離が思ってたのと違う、いや、いや、思ってた距離と違う、OK、OK ですか、はい、よかった、今のでだいたい分かりました、分かりました、すごいな、はい、行ってきました、はい、僕ここまで山出た、上まで行かされた、はい、まあここまでって自分の気持ちいい立ち漕ぎなんで、そこから先に行くとまあぐちゃぐちゃになってくるので、そこが見たかったっていう、あ、なるほど、まあ早速技術的なところ、はい、深掘りしていきたいんですけど、はい、まずバイクの振り、はい、なんかちょっと今自転車持ってバイク振ってみてください、どういう振り方するか、おお、すげえ、思った通りのことしてくれてる、え、これがどう、え、違うんですか、逆に違うんですか、みんなこうでしょ、はい、今ね、はい、ヘッドパーツが揺れずにこう動いてる状態っていうのは、こう奥に行ったらドンドンって、こう重さくるの分かります、自転車の重さが、はい、ここを片手で持ってください、ここ片手 でここハンドル、ここ頭握ってください、はい、ここ握る、で、ここを軸にこうすると、はい、フラフラフラって動くんです、いや、こっちの手はほぼ固定してるってことですよね、こっちはまあ、そう、軽く持ってる程度動かして、はい、こうぐにゃ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 する感じです、はい、藤本さんの場合は、こうなんですよ、はい、むしろそれ以外あんのって思ってました、こうなると、ドン、ドン、ドンって自転車の重さを感じるんです、はい、そうですね、これちょっと、何回かちょっと繰り返しやってみてほしいです、このそうそうそう、それ軽くないですか、で、ここは動かさないイメージです、はい、こっち、左手固定で、ヘッドのこっちをどん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 回してます、あ、そう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 、こっちをね、ヘッドのサドルは触れてるのに、サドルは、ね、軽くないですか、確かにね、それと、その、そこを持った状態でこれと、はい、2つ、え、だいぶ重いです、だいぶ重い、何気なくやったけ どいざこっちに戻したら、すごいずっしりきてるでしょ、はい、なんで、僕らはこういうダンシングしてるから、手を乗せてるだけなんです、はで、こうやると行った時にドンっていくんで、はい、重いのを引き戻すために引っ張らなきゃダメなんです、物を引っ張ると体は前に行くんです、はい、前に行くと太ももの前がパンパンになるんです、なりましたよね、今なりました、でもこれって手を乗せてこうやってるだけなんで、はい、体は後ろで保てるんです、え、ってことはハンドルって力まないんですか、ダンシングの時力まない、力まないんですか、スプリントは別だけど、あ、なるほどね、普通のダンシングの時は力まない、はい、でまずそれを、はい、違いを僕ここで登るんで、はい、正面から見ててもらっていいですか、はい、両方のダンシングやります、いい例悪い例、いい例悪い例、最初どっちですか、藤本式で、ああ悪い例です、はいなんて不明よな、はい、藤本式イコールでまず登るんで、はい、正面から見ててもらってください、わかりました、はい、はい、開きましたね、これが悪い例、藤本式、また不明よな、なんかあるよな、でどうなってやん、ハンドルがドン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 って倒れてる感じかな、だから一回一回重たい、あ、でもなんかわかるかも、あの前輪の動き見てもらっていいですか、前輪の動き、あの動きが若干違う、なんとなく分かりました、あの、分かりました、悪い方はハンドルがドーンドーンって倒れてるのに対して、はい、いい方は前が自由な動きしてました、くねくねしてる感じ、はい、はい、なりのままというか、はい、思うままに車体動かしてた感じですね、こういうダンシングするときはもうしっかり指をレバーの奥に引っ掛けて、はい、こう引いてるんですよ、はい、で、2回目のくねくねのときはこんなんです、手をもうそう引いてないんですよ、逆に押すぐらいなんですよ、こう押したらこう触れるんで、はいはいはい、で自転車の上で立ち漕ぎした時点でペダルは踏めてるっていうのは分かりますか、はい、立った時点で踏めるじゃないですか、重力で、そうです、重さでってことですよね、じゃあ何を意識した方がいいと思いますか、え、踏んでるってことは踏むためには次何が必要ですか、あ、引く、そうです、引き足、引き足、ハンドル引いたらどうなるかっていうと踏めるでしょ、はい、これで引き上げようと思ったら難しくないですか、ほんまや、立った状態で踏めてるのにさらに踏みに行ってるんです、
上げることを考えてないです。もも上げっていうのをした場合どうするかっていうと、手をついてこうやってもも上げできるでしょ。はい、下に押してるんですね。手自体は押したら上がるでしょ。はい、で反対側は重力で下がるじゃないですか。はい、ダンシングっていうのはこうです。イメージこれを引いちゃうとどんどん腰が前に行くんです。今回ももう出てますやん、目から鱗が。これ結構大事だと思います。もうその考えたことなかったっすよ、そんな。マジか、全然違う。やってたことが初心者っぽい立ちこぎってこんな感じです。プロっぽいのってこうです。うなんでお尻が後ろに行くと、この後ろの筋肉を使ってダンシングできる。こうなると前が使う。素人は引くからこうなるんですよね。そうです。引くから。でも腰が上手い人は押すからこう。そうこうなるってことですね。だったらもう膝上げたくなるでしょ。うわ、早速やりてえ。まあこれってね、動きなんで、しかもこういう不安定な乗り物の上なんで一発でできないと思います。わかりました。なので、はい、もう今自分が話聞いた段階でどうなるかで、まずどこを修正したらいいかっていうのを、まあ僕は見るので、はい、はい、前走ってみてください。はい、ちなみにこれは基本上りで使う技にっていう考え方でいいですか。平坦でもこういうダンシングってします。平坦でも加速するときは使います。あ、なるほど。な、今の技が応用できるってことですね。そうです。 OK です。ちょっと行きましょう。はい、覚えといたら行きましょう。はい、はい、じゃあ行きます。はい、とハンドルは押す で、もう引き足を意識して力は入れすぎない。でギアちょっと重くして軽いとふらつくん でちょっと手前持って、そうで膝上げていくだけ。上げる上げる上げるってしたら前輪が軽くならないですか。ふにゃふにゃ、めっちゃ軽い、めっちゃ軽い。あのこんなふにゃふにゃしてていいんやと思います。あー、はい、でもこれ難しいでしょ。一丁一短ではできんかもしれないです。あ、一丁一短では、はい、やっぱどうしても今までの癖があるから引いちゃいますね。はい、ゆっくりでいいからハンドルを固めずに、で体こう体揺れていいですか。体揺れた方が多分いい。で次もう連続できますね。はい、この状態で、はい、バイクを振らないで置こうとしてください。あ、振らずに体でダンシング。振らずに、でも手は添えるだけですか。そうやったら勝手にバイク振れるでしょ。振れてます。あ、それで、ハンドルも前輪も柔らかく動いてて、はい、振ろうとするとリズム合わないけど、振らないでおこうと思うと揺れるんですよ。揺れてます。あ、うまい、うまい。当てるんですかこれ今。当てると思う。てか手全然しんどくないでしょ。しんどくないです。でそっから元のダンシングしてください。ハンドル握って元のダンシングこうなんです。めっちゃパワー使うの分かりますか。めっちゃしんどい。あ、これは無駄なエネルギーやってますわ。なんでそんなことして登ってたんですか今まで。前後さんの言った通り、僕は引いた瞬間に、はい、足は下に力んでるんですよ。はい、あれはだから重力で勝手に踏めます。長い。それ喋ってる時が完璧。これですか。そう。これ。オッケーオッケー。でも手めっちゃ楽。はい、ちょっとストップ。今のめっちゃいいです。よし、ちょっと止まりましょう。もう一回やりたい。忘れるうちにもう一回やりたい。僕感じたのは、あ、前輪ってこんなにフラフラしていいんやっていう。はい、あれでも車体自体はそんなにフラフラしてないですか。前輪はああなってましたけど。全然。で振らないで置こうとしたら体が揺れるんですよ。はい、ってなると自転車も自然と動くんですよ。なるほど。でも元のダンシングは振ろうとしてるんです。してます。もうグーッと引いてグーッと踏んでました。だからその真逆、押す、力まない、引き、足を引き上げるってことですね。で押すっていうのも、押すっていう言葉を使っちゃうと押すって意味じゃないでしょ。はい、じゃなくてもう寄りかかる相撲。ああ、僕さっきの改善点はそこかもしれないです。押しちゃってました。押さなあかんと思って。だからほんまに添える、支える程度ですね。支える、そうです。うん、でバイクをコントロールしてるのは足なんで、踏んで引いてでバイクをコントロールしてる。手元でコントロールするんじゃないです。足でバイクを動かす。これむずそうやな。足でバイクをコントロールする。はい、できたらもう僕プロっすね。それはないけど行きましょう。ほな行きますか。はい、じゃあ意識してほしいのは、はい、体重をペダルに乗せる。はい、でもそのタイミングで上げてくるのを意識。上げてくる。はい、はい、上げてこようと思ったら手はしっかりハンドル上につかないとダメ。はい、でもそれは力むんじゃなしに、押すんじゃなしに支える程度なんですね。そうです。 OK です。で体をどっちかとこう振った方がいいですか。体振ったら勝手にバイクも揺れ出します。はい、ならもう無理に振るってイメージなくていいですね。はい、振ろうとするとどうしても握っちゃうんで、はい、体を揺らしたらバイクが揺れるっていうイメージでいきましょう。はい、承知しました。はい、じゃあやってみます。はい、いきましょう。前でやりますね。ちょっと意識してください僕の動きを。はいはいはい。あ、ゼコさん今どうすか。どうすか。あ、いいいい。さあさあさあ。で膝上げてくるの意識ができてない。いや、そうなんですよ。
いや、気づきました。それむずいぞ、この上げる、このハンドルに向かって膝上げる感じ。そうやったら速度上がるはず。上がった。ハンドルに向かって膝上げる。そうやったらもう一枚重くできる。どうやろう、できとんかな。あ、いいできとんかな。あ、今いいっすね。いいっすか。できてきた。オッケー。動きいいところで止めときましょう。はい、ストップ。これはやっぱ体に染み込まさなあかんすね。そうですね、で今なんかはやっぱり意識としてまだ振りの方に意識がいってる気がする。はい、でも膝をハンドルに向かって上げるってなった瞬間にグッていきなり速度上がったんですよ。上がりました。めっちゃ楽でしたあれ。だってギアが軽だったんですよ。はい、でもギア変えてないのに、だから1個重くしたんですね。ぐらい楽になりました。それって意識ができてるかできてないかの差じゃないですか。筋肉とかそんなんじゃないですよ。そう、はい、で今どうですか、ずっとダンシングで上がってきて一番最初にやった時って多分前がしんどかったと思います。今のどうやったんですか。はい、いやもう正直なこと言うとあんまどこもしんどくないです。すげえ多分疲れが後ろの方に流れ後ろの方の筋肉に流れるんで、すぐ座りたいっていうダンシングとはちょっと違うはずです。これだから休むダンシングとも共通点があるんですか。そういうことです。これが休むダンシングってまあよく言われるやつ。あ、なるほどね。これなんですね。はい、休むダンシングってできる僕体重をこう乗っけるだけのダンシングかも、はい、そういうわけではないですね。それでも体重乗っけるときにハンドル引いちゃうとどうしても腰が前に行くんで、はい、太ももの前使うから休めない。はい引くと確かに踏んじゃうもんな。でも激坂のときもやったように下ハンドルの手前持ってもそれがやりやすい。はい。で次前回と被るかもしれないですけど、下ハンドル持って今の知識を持ってやってみましょう。どう変わるの。とりあえずやってみます。やってみてください。もっと簡単になると思います。え、やってみるか。はい、自分でもどうなるかわからん。はい、人体実験動画か。そうです。やっぱいいか悪いか自分で実験して試すのがすごい大事なので、はい、やってみましょう。そうしましょうか。はい、カメラ下ハンで、はい、行きましょう。行きます。ちょっとギアを軽く重くしたら下ハンで、よし、まあ、途中で軽くする感じ。はい、もうちょいか。これギア選択なんかもあれですね。あ、めっちゃ大事ですね。大事ですね。後でギア選択のコツとかも教えてくださいよ。そうですね。でなんかイメージというかね。はい、確かに下半の方がしやすい。あ、そうそう、ヘッドパーツが小さく動いて、そうで、もうちょっとしやすい、ギア軽くしていって、はい、あ、しやすいしやすい。でさらに手前持ちたいんでもうちょっと軽くして、はい、軽くもう一個軽くしよっか。 OK、 それペース上げていきましょう。ペース上げる。ハンドルに向けて膝上げる。膝を、そう楽勝やこれ。あ、そう楽勝。そう体動く。あ、そうあ、いいペースっすね。いや、きついっしょ。いや、きつないっす。マジ。はい、死んだ。なんかムカつく。早い。え、楽勝。え、全然落ちへんやん。ちょっと待って。あ、今めっちゃいい。そう今めっちゃ早い。ほんま藤本さん嫌だ。教えといて何なんですか。ちょっと待って、こんな変わんの。じゃあ、ジェイコさんちょっと大げさっすわ、リアクション。膝でハンドルを蹴るイメージ、はい、バチクソ分かりやすい。スッていきましたね。むっちゃ楽。何これ、もっと早く教えてくださいよ、こんなのやったら。やば。ちょっと待って、僕は喋れんから。うそ。なことはないでしょ。教えてこうなってほしいけど、そうなられるとなんか悔しいな。さっきもちょっと言ったんですけど、ギア比どう選んだらいいんですか。軽かったらスカスカって抜けちゃうんですよ、はい、あとハンドルに乗りすぎちゃうんですよ、はい、重かったらペダルに乗るんですよ、はい、でペダルに乗るかハンドルに乗るかちょうど間が欲しいんですよ。これはもう経験しかないってことですか。今の言葉を思い出しながら走ってもらうのが一番。ちょっとハンドル引きたくなるなと思ったら1枚軽く、乗りすぎてるなと思ったら1枚重く。自転車おもろ。嬉しい、それが一番嬉しい、その言葉。次何しましょう。そうなったら、はい、僕の得意分野のスプリントいきますか。お、スプリントとさっきのダンシングのちょっと違いも説明したいんで、はい、まず教えてください。はい、はい、行きますか。行きましょう。はい、じゃあ次は、はい、カメラマンのいるところで、はい、までスプリントします、はい、なんであそこがゴールです。ゴールだから、あっこで抜いたらいいんですね、僕は。そうです。まあまあおこがましいですけどね。はい、スプリントなんでギアをしっかり意識して、はい、ちょっと重めでもう次はガムシャラでいいです。ガムシャラでいいですか。はい、はい、いきます。はい、よーい、はい、ゴー。あ、
いや無理や無理や。ゼゴさん。はい。座ってませんでしたずっと。そうです。だんしスプリントしてない。そういうことか。そう。ここでまず段階的に覚えていただきたいのは、はい、スプリントイコール立つじゃないんですよ。なるほど、だからずっとシッティングしてたんや。そう、順序を追って説明すると、はい、まずシッティングで加速するメリットっていうのは、はい、この状態で加速できるんで乱気流がすごく少ないです。はい、立ったら風乱すでしょ。はい、なんで空気抵抗が極端に悪くなる。はい、なのでシッティングで速度を上げる。はい、で上げれるだけ上げてから最後にふわって立つイメージです。ツールドフランスとか見てたらね、はい、最後こう切ってるとかが、はい、ムキムキな腕でこんなやっとイメージあるじゃないですか。であれは最後の最後ふわって立ったぐらいなんですね。っていう感じです。だからそこまでみんなシッティングで上げに上げてるんです。はあ。でその理由が、例えばせーのでいきなりスタートするでしょ。はい、じゃ速度が急激に上がるわけじゃないですか。はい、急激に上がるときに、例えばこの上がり速度が遅いときにギアを調整する。はい、上がっていくとどうなりますか、ケイデンスは。上がっていく、一緒に上がっていくじゃないですか。はい、ってなったら何がしたくなるかっていうと、変速したくなるんですよ。はい、もがきながら変速ってチェーンが外れたりとかしたらすごく危険だし、はいはい、ギアとかいろんなところに負担がかかる。はい、車運転で意識してもらったら分かると思うんですけど、コーナー曲がって一速でバーンって踏む人がいたら、はい、下手じゃないって思わないですか。はい、そうですね。それを一速、二速、三速に入れてからブーンって踏んだら気持ちよく加速する。はい、自転車も一緒で、座って一速、二速で加速して3速になってビヨーンって伸びてからダッシュ。なんでちゃんとギアを入れてからダッシュするためにはシッティングでの加速の時間がこういう加速じゃなくてこう加速したいんですよ。はー、はいはいはい。でこう上げていってこっから落ちそうになったところで立つっていうイメージです。で今すごい不思議じゃなかったですか、なんか座ってんのについていけない感じ。そうです、まあそれは善光さんやからかなとも思いましたけど、風力がめっちゃいいんですよ。そういうことか。なんでアシスト陣も最後の最後しか立たないじゃないですか。はい、できるだけ座って引っ張るんですよ。はい、で最後に立つ。なのでそういうことなんや。スプリントイコール立ってもがくじゃなくて、立ってもがくまでの準備段階がまだできてない人が多すぎる。ほら最後ふわっと立つわけじゃないですか。はい、その時は最初教えてもらったあの、まあ、ダンシング立ちこぎ、はい、と一緒ですか。よりもでもスプリントなんでパワーをかけてダンシングするから、はい、さっきギア比どうしたらいいですかって言った時に、はい、重いギアだったらハンドル引いちゃうって言うじゃないですか。はい、なんでその段階、そっちを使います。あ、次は引くんや、スプリントの場合は。はい、そうです。そのダンシングをしてたのが一番最初の1本目です。はい、藤本さんの1本目、はい、だから足がすぐなくなったっす。ほら、ちょっとやってみましょうか。はい、早速やってみたい。ほら、ちょっともう1本行ってきます。はい、はい、よし、行きましょうか。行、はい、きますか。ほら、もう基本はシッティングっすね。で、次は僕が先頭引いて、はい、座って抜いてからもがいてください。はい、座って抜けた時にその座ってる間にギアをダンシング時のギアに入れてから立つ。もうそこからなってからギア変えないですね。じゃあ OK です。 OK です。行きます。行きましょうか。まずはその場所までついてからなんとかあかんな。そう、潰れちゃダメですよ。え、お手柔らかに。はい、わかります。今スプリントした感じするの。わかります。ああ今の楽しくないですか。いや違う違う違う、これまだまだ取らない。まだ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 、これ絶対しんどくないですよ。これまだいける。はい、もう一本。まだいくんすか。はい、まだこれ、ほらほら、やっぱりそんな気がした。エンディングで思って寝転がったんですけど、今なんかスプリントした感あるでしょ。なんですかね、あの滑走路を走ってる感じ、はい、飛行機が、あの感じがすごい気持ちよかったですね。シッティングでもあんな伸びるんやと思って。そう、でそこから立つと並んできてるってことは藤本さんの方が速度速いわけなんですよ。はい、で僕は遅くてそれに合わせるから、はい、やっぱきついんですよ。一歩出遅れるわけなんですね。そうです。今めっちゃ良かった。あ、良かったですか。はい、行くよ、もう一回。なんでなんでなんで、良かった、今の良かったっすよね。あかんあかん、もう一回行く。今の良かったっすよね。なんでもう一回行こう。もう一回同じことしたいですか。同じこと行きましょう。はい、で座って
はい、横から抜いてきてください。ほんと全く同じことで、僕は結構攻めます。次、え、うわー、もうなんか構えが本気ですね、この人。うわ、もう本気や。うわ、わわわわわ、聖子さん、相手藤本なんで、相手藤本ですから、そんな力まんでも。てかもうちょっと限界近いんやけどな。さあ、じゃあ、こっ、はい、あれ、いない。ひっつ、ちょっとごめんなさい。一本目でね、はい、出しすぎた。いや、いいね。二本目も抜くことすらできなかったですわ。それでいいんです、それでいいんです。それでいいんすか。はい、ちょっとずつね。はい、こんな二人こんな体勢で顔見えへん。月一全校コーナーご視聴ありがとうございました。終わった。動画終了。今回ね、これ立ちこぎダンシングからの、はい、スプリントまでということなんですけど、はい、まあ一連の流れ通してみれば絶対自分ができてなかったとことか、はい、あ、そうやってするんやっていうとこあったと思うんですよね。まあ、ちょっと難しかったかな、はい、今回は。そうっすかね。伝わるかな。いや、あのダンシングでね、このハンドルを膝で蹴るイメージ、はい、あれだけでももう全然さ、ぜひやってほしい。まあこういうのって、まあ、なかなか習う機会っていうか、はい、まあないので、はい、で今度あれやるんじゃないですか、岸和田競輪場で。そうやります。11月23日、はい、ファンミーティング。その時ってみんな自転車乗れるんですか。乗れます。あ、じゃあチェックしちゃおう、みんなの。あ、それしてくれるんですか。します、します、はい、詳細言いますと、11月23日、ブッキースタジアム岸和田という、まあ岸和田競輪場ですね。で、サイクルモード岸和田ファンミーティングっていうのが開催されるんですよ。はい、だからいろんな催しがあって、で、トークショーみたいなのも、ね、はい、しますし、僕とまさくのトークショーもあったり、辻圭さんのなんか写真講座みたいなのもあったり、あとバンクウォークって歩いたりできるんですけど、自転車持ってくる人は乗れると。はい、で、その時に善光さんが、じゃあ僕その時にいろいろアドバイスするようにします。一人一人、まあ可能な限りってことですか。はい、やば、これでこれをやってくれるってことですか。そうです、やりましょう。え、まあその多分時間的なあれもあるからね、はい、可能な範囲でってと思うんですけど、はい、もし教わりたいって方はぜひ自転車持ってきてもらえたら。自転車持って挙手したいですか。はい、挙手。ゼコさんっつって、いや行列できますやん。でももうパパッとここをこうしたらいいって、まあ、見たらすぐ分かるんで僕は。はい、まあそうやってどんどん、まあ、僕はいろんな人にと触れ合ってそういうのを伝えたいので、はい、より楽しく安全に乗ってもらえるように皆さんのお力になれることをこれからもしていきたいので。しんど。あの、はい、参加費無料なんで、ぜひ申し込みしてください。定員が1000名までとなってるんで、1000名超えた場合は抽選となるんですけども、まあ1000名やから基本的にみんな当たると思います。で、当たった1人に対してもう1人までお連れ様連れてこれますので。2000人、まあ全員が連れてきたらそうなりますね。はい、だでもまあ一人で来られる方もいるんで、はい、まあ、まあまあまあでも2000来たらギリ入るかなぐらいの、はい、一応まあ定員は1000人となってます。分かりました。でも一人連れて来れます。はい、はい、だから全最大2000人見なあかんって言ったら全員。そうか、頑張りますんで。みんな自転車持ってきてください。はい、ということで今回の動画、はい、参考になったよ、面白かったよって方は何卒チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうすぐ4万人いくんで、お、嬉しい。何卒よろしくお願いします。あなたが4万人かもしれません。よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあまた、はい、次の来月よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。